ップ打ちの練習方法について説明をします。初心者向けの練習というよりは中級者から上級者向けの練習方法になります。3本トップ打ちっていう練習です。やり方はこんな感じです。球出しは2箇所でサービスラインからです。でチャンスボールを3球上げるんですけど、だんだん長さを変えていきます。でこの3本トップ打ちって2つ練習があります。後ろに下がりながら打つトップ打ちと前に上がりながら打つトップ打ちです。でまず後ろに下がるトップ打ちについて説明をします。練習する後衛はネットについた状態からスタートです。で球出しの人がこの後衛が 1,2 歩下がってトップ打ちできるくらいの深さにチャンスボールを上げます。でそれを後衛が下がってトップ打ちをします。でスマッシュしたくなるんですけど、トップ打ちの練習なのでとりあえず我慢してトップ打ちです。で後衛がトップ打ちをしたらすぐに今度はサービスラインの後ろぐらいに、の深さに球出しの人がチャンスボールを出します。そのボールを後衛は下がってトップ打ちをします。で後衛がトップ打ちをしたらすぐに最後はベースラインの深さに、球出しの人がチャンスボールを出します。でそのボールを後衛が下がってトップ打ちをします。でトップ打ちのコースはストレートです。クロスを狙うとこの球出しの人に当たっちゃう可能性があるので、トップ打ちのコースはストレートでやります。で説明し忘れたんですけど、この3本トップ打ちの練習の目的はネットからの遠さによってトップ打ちの打ち方を変える感覚を身につけるっていうことです。でこの練習を両サイドでやります。で次2つ目の前に上がりながら打つトップ打ちです。練習をする後衛はテニスコートにフェンスってあるじゃないですか。そのフェンスからスタートです。で後衛がベースラインくらいの場所でトップ打ちできるくらいの深さに球出しの人が球を出します。チャンスボールを出します。そのボールを後衛が前に詰めてトップ打ちをします。で後衛がトップ打ちをしたらすぐに今度はサービスラインの少し後ろぐらいの深さにチャンスボールを出します。そのボールを後衛が前に詰めてトップ打ちをします。で後衛がトップ打ちをしたらすぐに最後はサービスボックスの中くらいの深さにチャンスボールを出して、そのボールを後衛が前に詰めてトップ打ちをします。さっきと同じでトップ打ちのコースはストレートです。この練習を両サイドでやります。で注意点についてです。注意点、2つあります。1つ目が球出しについてです。球出しの人は後衛がトップ打ちをしたらすぐに球出しをします。後衛がトップ打ちをしてトップ打ちしたボールを見てバウンドするのを見て、あいいボールいったな、よしじゃあ球開けるかみたいな感じでのんびり球出しをすると練習の効率がすごく落ちるんですよね。でもう早くボール上げろよって感じでもたもたしてすごい練習がだれるんですよ。で後衛の足も止まってくるしみたいな。でもいいことないので球出しのテンポはすごく大事です。早く出すっていうのが大事です。トップ打ち、後衛のトップ打ちのインパクトと同時にパーンって球を出すといいかなと思います。でこの時に低いボールで球出しをしちゃうとさすがに後衛が対応できなかったりするので、なるべく山なりに高く球出しをするっていうのがポイントです。球出しのボールがこう横にこうずれるとすごいやりづらいので、そういうボールもトップ打ちできなきゃいけないんですけど、ただあんまりにも横にずれるとやりづらいので球出しの人はまっすぐ球出しをしてあげるっていうのが、ポイント、コツです。で球出し自体が結構難しいので中級者以上じゃないと厳しい練習かなっていう感じがしています。でベースライン付近のボールなんですけど、多少アウトでも後衛は打ち返すようにするといいと思います。これ練習するとこのベースラインの球出しのボールがちょっとアウトして後衛がアウトだよみたいな感じで適当に返したりするんですけど、
もう何やってんのって話で、それも打てば練習になるじゃんって話じゃないですか。だから多少アウトだったとしても後衛はしっかりとトップ打ちをするように、するといいと思います。注意点の2つ目はトップ打ちの打ち方についてです。この練習の目的はネットからの遠さによってトップ打ちの打ち方を変える感覚を身につけるっていうことでした。この3本トップ打ちの中でだんだんネットからの距離が変わっていくじゃないですか。だからトップ打ちの打ち方も変わっていくんです。ポイントはネットから一番遠いところからのトップ打ちの打ち方です。と図を描いて説明をします。これが地面でネットがあります。ベースライン付近からトップ打ちをする場合、まあ、遠いところからトップ打ちする場合、叩きつけるようにトップ打ちすると当然ネットにかかっちゃうじゃないですか。短いところから叩きつける分には OK なんですけど、ネットから離れると叩きつけるようにトップ打ちするとネットしちゃうんですよね。でそうならないようにベースライン付近からネットから遠いところからトップ打ちをする場合は、トップ打ちしたボールがネットから高いところを通るようにこうやって打ちます。だいたい自分がやってたのはネットからこのラケット1本分の高さぐらいですかね。それぐらいの高さを狙って打つとまずネットすることが減りますし、打ったボールが自然と深くなるんですよね。遠いところからベースライン付近からトップ打ちしたところで浅いボール打ったら普通に相手にカウンターされちゃうんですよ。だから遠いところからトップ打ちするときって深くトップ打ちを入れたいんですよね。でじゃあどうやってトップ打ちを深く入れるかっていうと、ネットの高いところを通すイメージを持って打つっていうことなんですね。この感覚が難しいんですけど、この感覚をつかめるとネットするっていうことが減ります。あとネットに近いところからのトップ打ちも重要です。ネットに近いところから打つ場合って相手前さえ抜ければポイントできる確率が高いじゃないですか。わざわざ深いボールを打つ必要ないんですよね。まあもちろん後ろ相手後衛が船水隼人選手とかだったらちゃんと打たないと全員を抜いたとしてもフォローされちゃうと思うんですけど、まあ、船水隼人レベルのフォロー力のある後衛ってほとんどいないので、まあ、基本的にネットの近いところからトップ打ちを打つ場合って相手前衛さえ抜ければいいんですよ。だからわざわざ深いボールを意識して打つ必要はないです。なのでコンパクトにスイングをして少し短めのところにバウンドさせる意識を持つといいです。この場合で言うと、まあ、この辺りですかね、このサービスラインのちょっと奥ぐらい、その深さを狙うぐらいでいいかなと思います。このベースラインギリギリ狙うとアウトがむちゃくちゃ増えるので、アウトしちゃってもったいないことになります。あとチャンスボールがこうやって来るわけですけれども、この高さで打ちたいとするじゃないですか、まあ、肩の高さとか胸の高さだったりするかなと思うんですけど、この高さで打ちたいって時にほとんどの後衛ってこっちで打つんですよね。このボールがバウンドして頂点まで上がってそこからちょっと落ちたところ、ここで打つんですけど、この高さで打ちたいんだったらここで打ってもいいわけじゃないですか。まあちょいライジングっぽくなるっていうことです。でこのタイミングで打てるようになると、ここに立ってる前衛ってこうむちゃくちゃ怖いんですよね。こんだけ距離が違うわけなのでもう怖いんですよ。なので特に短いところからのトップ打ち、相手前衛を抜ければいいっていうところからのトップ打ちを打つときはバウンドして上がり際を打つようにするといいかもしれません。まあ、ただ難しいので結構練習する必要があるかなと思います。トップレベルの選手はこの上がり際、まあ、ここってこの頂点に上がるまでに打つっていうのがうまいです。それでもトップレベルの前衛はそういうボールでもアタック止めしたりするので、マジかよって感じなんですけど、ちょっとでも相手前衛を抜ける確率を高めるためにバウンドして上がってる最中に打つっていうのもありです。でこのタイミングで打っておけば相手前衛がこのタイミングに合わせてくれるようになって先に守ってくれる構
かもしれないじゃないですか。ストレートを先に塞いでくれる。そしたらちょっとボールを引きつけて、わざとタイミングを遅らせて、ここでミドルに打ち込むみたいなこともできますよね。つまり打つタイミングが一つだと、プレーの幅が広がっていかないけれども、打つタイミングを2つ持っておくと、どっちにしようかなって相手前衛と駆け引きがよりできるようになって、優位に立てるっていうことです。ちょっと長々説明してちょっとわけわかんない感じになってますけど、とにかくボールがバウンドして落ちたところで打つっていうのだけがトップ打ちじゃないぞっていう話です。でこの3本トップ打ちの練習をすると、ボールの長短、深い浅いとか、ボールの高さの感覚が身につきます。でこの感覚って普段のラリーにもすごく生きてきます。でこの練習、大学時代にやったし、あと、自分が外部コーチとして高校で練習をした時にもやったんですけど、この練習やった結果かなりトップ打ちがいい感じになったなって思ったので、すごくおすすめです。はい、以上3本トップ打ちっていうトップ打ちの練習方法についての説明でした。さよなら。